おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。ですね、もう少しで出てくると思うんですが、ちょっと待ってくださいね。今、出てきましたね。これで OK。はい。それでは、西条さん、おはようございます。ハレリア、WTR さん、おはようございます。はい。それではですね、ちょっと待ってくださいね。これが、はい、すいません、ちょっとお待ちください。はい、これで大丈夫でしょう。はい、これで始まりますね。はい、それではスタートしましょう。くるみさん、月木さん、えまるさん、おはようございます。はい、それではスタートしましょう。ではスタートします。チェックチェック。10月31日水曜日、この仮の宿にあってあなたの掟を私の歌とします。詩編119編54節。 No matter where I am, your teachings fill me with songs. No matter where I am, your teachings fill me with songs. この仮の宿にあってあなたの掟を私の歌とします。今日はですね、ハロウィンですが、今日はハロウィンですけども、宗教改革の日ですね。私たちは宗教改革の日として今日お祝いします。今日はマーチン・ルターのですね、今日ちょっと眩しいですね。ちょっと明るすぎるので、ちょっと少し暗くしましょう。はい、今日はマーチン・ルターのですね、宗教改革の日でもあります。ですから皆さん、私たちはハロウィンをお祝いしないでね、ハロウィンをお祝いしないで。ちょっとエマルさん、ちょっとそれはちょっとやめてほしいんですね。はい、今日は、いい天気ですね。今日は大空が出てます。青空で出てます。そうですね、 WTR さん、ハロウィンをお祝いしましょう。ハロウィンをお祝いしましょはい、ヤシリさん、おはようございます。ヤシリさん、おはようございます。アメン。ちょっとですね、明るさがうまくいかなくて、すいません、明るさを調節しております。これだ、暗すぎます。ちょっとちょうどいい明るさは難しい。はい、なかなか綺麗な明るさになるの難しいですね。はい、なかなかですね、こう調節難しいです。
そうですね、実はですね、この町はですね、すいません、ちょっとですね、ニコ生が落ちてしまいましたね。ちょっと問題が起きたみたい。もう早速攻撃が来ましたね。はい、ニコ生の方、パソコンがですね、なんか、トラブってしまいました。ちょっと原因が分かんないんですけど、こういうこと時々あるんですね。すいません、悪魔のせいでそうですね、悪魔の、これもう映りたくない。悪魔のせいでですね、ニコ生がちょっとおかしくなりました。ちょっとお待ちくださいね、すぐにまた良くなると思うんですが、はい、すいません。今ちょっと再起動しちゃっていますね。再起動して今ですね、ニコ生がちょっとパソコンが落ちてしまいました。こういうことってあるんですね、こういうことって時々あるんです。なんでハロウィンやったらあかんの。はい、それをですねずっと説明してきました。なかなか、その普通の人はですね、ハロウィンがなぜいけないか、なかなかわからないと思いますね、なかなかハロウィンがなぜいけないかわからないと思います。ですから少しずつ皆さんに教えたいと思います。ぜひ皆さん、ハロウィンのですねアイテムは、送らないでくださいね。それは私にとって嬉しくないこと、嬉しくないことなので、ぜひぜひハロウィンのアイテムはですね、打たないでくださいね。他のだったらいいです。ハロウィンはダメです、ハロウィンはこれストップできないのかな。ハロウィンは受け取りたくないのです。はい、ニコ生の方は今再起動してます。ごめんなさいね、再起動してます。でもうすぐできると思いますが、ちょっとお待ちください。はい、あなた一人だけで講義行くの。いやいや、講義はわざわざそこには行きません。そのはい、私は放送で抗議をしますね。放送で対抗します。今再起動ちょっと時間かかってます。ごめんなさいね、再起動時間かかってます。もうすぐ、祝おうというのはですね、宗教改革を祝おうということですね。ハロウィンを祝おうということじゃありません。宗教改革を祝おうということです。私たちはこの10月31日、マーチン・ルターが勇気を持って、その免罪符に対して抗議をしました。信仰というのは、そのお金で買うんではない。お金で買うんではなくて、信仰というのはその信仰というのはお金ではないんだということですね。はい、今ですね立て上げてますが、ちょっと待ってください、できそうですね。神様会ったことあるの？いや、私は神様にですね直接もちろん会ったことはないんです。でも 私はそのイエス様を信じて神を、
感じるようになりました。神様を感じるようになりました。たくさんの人がイエス・キリストを信じてですね、神様を感じるようになっています。ですから皆さんもですね、その目に見えない神様、知りたいと思いませんか？目に見えない神様に出会いたいと思いませんか？皆さんも、そういうことができるんですね。皆さんも、今度大丈夫ですね。はい、今度は大丈夫だと思いますが、はい、すいません、ちょっとね、今放送できるようになりました。もしよかったらですね、ふわっちやってる方で、ニコ生も見てる方はですね、放送番号教えてくれませんか？ LV の何であるかをちょっと教えてください。ちょっとですね、必要なんですが、今私はその再起動しちゃったので分かんなくなっちゃったんですね。あららら、これちょっとまずいですね。ちょっと待ってください。今放送始まったとも思って、はい、ですね、そうですね、ありがとうございます。きのこさん、きのこさんありがとうございます。 LV の3161 3164、ちょっと番号違うんじゃない、これ。きのこさん、ちょっとデタラメ教えないでください。ちょっと番号違いますね、これ。はい、そうですね、皆さん誰か正しい番号教えてください。ありがとうございます。3165 6598 98810、はい、これで大丈夫でしょう。ちょっとあれですね、はい、これで大丈夫かな。はい、できました。ありがとうございます。うまくいきましたね。これで大丈夫ですね。はい、やっと戻りました。すいませんでした。これで大丈夫ですね。はい、それではですね、はい、それではやっとですね、ニコ生も見えるようになりました。で、結局ですね、ハロウィンとは何かということですが、ハロウィンというのは結局、悪魔のですね、なんていうのかな、悪魔の攻撃と言ったらいいでしょうか。悪魔の攻撃です。つまり悪魔がですね、多くの人を人質にしたい、虜にしたい、多くの人を偶像崇拝させたい、多くの人をですね、悪魔崇拝させたい、悪魔崇拝させたい、
それがですね、のハロウィンなんです、ですからぜひ皆さん、その霊的戦い、霊的戦いというのは、イエス様はですね、イエス様は神様をね、神様を礼拝する、イエス様を礼拝するように、この導いているんです。そして悪魔はですね、悪魔は悪魔を礼拝するように導いています。その戦い、その戦いが霊的戦いです。ですからぜひ皆さん知ってください。あ、グモニン、グモニン、あ、いや、クリスチャン、グー。今の方はクリスチャンだそうです。嬉しいですね。今の方クリスチャン、やっぱりあれですね、外国の方はクリスチャン多いですね。クリスチャン多いです。嬉しいですね。それでですね、その霊的戦い、皆さん霊的戦いをですねぜひ知ってほしいんですが、御言葉で言えばエペソですね、エペソ6章にその霊的戦いがありますから、ちょっと読みますからね。エペソ6章の10節、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世界の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさいとあります。つまり私たちのね、戦いは、悪霊に対する戦い、主権に対する戦い、ね、悪魔悪霊に対する戦い、皆さん、その人類はですね、悪魔に騙されて戦争とか喧嘩をします。それが悪魔の手口、悪魔の手口、悪魔の手口はですね、私たちが仲間内、その私たちがその人間同士が喧嘩する、人間同士が喧嘩する、それがですね、悪魔の手口です。ですからぜひ皆さん、私たちは本当の敵は人間ではない、本当の敵は悪魔である、悪魔が本当の敵だということをぜひ理解して、ぜひその、悪魔に対抗しましょうね。人間と喧嘩するのではありません。人間と喧嘩するのではなく、悪魔と戦うのです。そしてそれはですね、神の武具、神の武具というのは、ですね、真理を身につけ、真理ですね、それから正義、それから平和、それから信仰、信仰の大盾、それから救いの兜、御霊の剣、そして御言葉、その御言葉で戦うんですね。悪魔は嘘で攻撃してきます。エマルさん、ぜひ、ちょっとね、攻撃しないでください、攻撃しないでくださいね。エマルさんがね、呪われるのではなく、祝福されるためにぜひぜひ、祝福されてください。イエス様に祝福されてください。そしてですね、どんな時でも御霊によって祈りとあります。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈る。その御霊による祈りというのは、その威厳だということですね。御霊による祈り、皆さん威厳知らない人がたくさんいると思うんです。
ぜひ、威厳をで祈れるようになってほしいんです。威厳で祈りたい方はですね、ちょっとスカイプの方に問い合わせしてくだされば、威厳で祈る祈りを、ね、導きますので、ぜひクリスチャンはですね、クリスチャンはその威厳で祈ることを覚えましょう、ね。威厳で祈って初めてここにありますように絶えず祈ることができます。それからどんな時でも御霊によって祈り、つまりどんな時でも威厳で祈り、威厳で祈れます。そして祈り、威厳で祈って初めて対抗できる、威厳で祈って初めてですね戦うことができます。そしてですね、生徒の全ての生徒のために祈り続けなさい。生徒というのはまあクリスチャンのことなんですけどね、全てのクリスチャンのために祈りなさい。全てのクリスチャンのために祈るんです。それからですね、皆さん、信仰というのは霊的戦いなんです。信仰というのは霊的戦いです。ですからぜひ皆さん、霊的に戦ってですね、霊的に戦って皆さんが悪魔に勝利してほしいと思いますね。悪魔に勝利してほしいと思います。ぜひ皆さん、悪魔は今ハロウィンを通して、今日はハロウィンですけど、日本を攻撃しています。世界を攻撃しています。ですから私たちは、その、悪魔に対して対抗し、イエス様を褒めたたえましょう。威厳で祈って、威厳で祈れる方は威厳で祈って戦いましょう。絶えず祈って、勝利を得ましょう。皆さん、悪魔に負けたら大変なことになりますね。悪魔に負けることは結局は、いろいろ問題が起きてくるということです。皆さんの苦しみは悪魔に負けてるから、苦しみがきます。悪魔に勝利すると喜びがきます。悪魔に勝利すると希望が希望的になります。悪魔に勝利すると愛し合うことができます。しかし、もし皆さんが、悪魔に負けるならば苦しくなり、絶望し、そして、喜びがなくなります。鬱になってしまいますね。ぜひ皆さん一人一人が悪魔に勝ってほしいのです。悪魔に勝って、皆さんが、ね、勝利してほしいのですね。悪魔に勝ってほしい、負けないでほしいのですね。ぜひ皆さん、とても大事なポイント、それは、皆さんの人生そのものが、ね、やはり戦いなんです。今日だけが戦いではありませんよ。毎日が戦いです。それはどういうことかというと、悪魔は皆さんに罪を犯させたい、ですが、イエス様は皆さんがね、皆さんが罪を犯さないで、信仰的に歩んでほしいんです。では、証タイムいきましょう。はい、イエス様を信じて、霊的戦いが分かった証、イエス様を信じて罪を犯すことは負けてしまうことなんだ。偶像崇拝は負けてしまうことだということは分かった。イエス様を信じることが霊的戦いの勝利、
イエス・キリストを信じることが勝利だということが分かった証し、スタート。イエス様を信じることが霊的な勝利だということが分かった証し、スタート。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 安田さんの解放はイエス様のおかげだと思った。アメン、アメン。ハロウィンに参加すると呪われると思う。イエス様のおかげで希望に満ちた朝を迎えています。ハロウィンに参加すると軽トラックを破壊するなど悪魔になるので参加しません。その通りですよ皆さん。ハロウィンに参加するということは、ね、悪魔と同調するということです、ね、ハロウィンに参加するということは悪魔と一緒に悪いことをするということです。ですからそのことをしっかり理解しましょう。このハロウィンを通して罪というものを理解しましょう。ハロウィンを通して霊的戦いを理解しましょう。皆さん、多くの人はただ単なる、お祭りとしてやってるかもしれません。霊的な戦いを知らないでやってるかもしれません。でもむしろかえって逆にハロウィンを通して、ね、ハロウィンを通して、皆さんがその霊的戦いを理解してほしい。霊的戦いを理解して、ああ、あ、おはようございます。ハレリア、ハレリア。おはようございます。シャローン、シャローン。多くの人はですね、霊的戦いを知りません。悪魔に勝たなければならないんだ。悪魔に負けてるから問題があるんだ。悪魔に負け、あ、太陽出ましたね。太陽出ました。皆さん、このね、ハロウィンは、この忌まわしさ、このハロウィンの忌まわしさを見てくださいね。このハロウィンで街が呪われますね。街が呪われます。ハロウィンによって街が呪われ、国が呪われ、家庭が呪われ、ね、個人が呪われます。おはようございます。ハレリア、アメン。ハロウィンによって街が呪われ、そして国が呪われ、家庭が呪われ、個人が呪われます。皆さんがそういう、霊的戦いを理解し、ね、霊的戦いというのは危ないんだ、霊的戦いというのは危ないんだ、もうそれはやるべきではない、霊的戦いは良くない、危ないんだということを理解し、ぜひ皆さんそのことを理解しましょう。理解して、皆さんが勝利してほしいですね。イエス様は、十字架で勝利しました。イエス様は十字架で勝利しました。皆さんも信仰によってその勝利を受け取ってください。信仰によって皆さんも、勝利者になってほしいですね。皆さんも勝利者になってほしいです、負けないでください。多くの人は人生を負けています。皆さん、勝ちたくないですか？悪魔に勝ちたくないですか？
悪魔に負けてていいんですか。悪魔に負けていいんですか。ですよ、せっかく勝てるんですよ。十字架によって勝てる。十字架によって勝てる。負け人生から勝ち人生になれるんですよ、皆さん。ですからぜひ、ハロウィンに、ハロウィンっていうのは、ね、まさに負けてるんだ。ハロウィンをお祝いするっていうことは悪魔の思うツボであり、偶像崇拝であり、悪魔に負けてるんだということを理解しましょう、悪魔に抵抗するんです。悪魔に抵抗して、ね、負けてはいけません、ね、負けてはいけません。悪魔に勝利しましょう。悪魔に勝利するんです。神の武具、神の武具をつけて、特に御言葉によって戦い、そして、その御霊によって祈る、御霊によって祈る、威厳で祈るのです。威厳で祈れる方はぜひ今日、ね、威厳で祈ってくださいね。威厳で祈ってください。悪魔に負けたくないです。勝利から勝利したいです。アメン。 KD さん、 K さんね、そうです。悪魔に負けたくありません。永遠にたった一回の人生、永遠にたった一回の人生、ね、負けてどうするんですか。自分の力では勝てないんです。人間は自分の力で悪魔に勝てません。イエス様が必要です。イエス様が必要です。イエス様がね、イエス様がいてこそ、イエス様がいてこそ初めて、イエス様がいてこそ初めて勝利できます。十字架の勝利ができます、十字架の勝利ができます。ぜひ皆さん、人生の勝利、霊的な勝利、悪魔に打ち勝つのです。それは罪を犯さないで、偶像崇拝をやめて、イエス様を信じて神の御心を行うことです。神の御心を行うこと、それがですね、勝利です。それが勝利です。ぜひ皆さん、勝利から勝利、勝利から勝利、地獄行くことが負けることです、ね、地獄行くことが負けることで、天国行くことは、天国行くことは勝利です、つい数年前はですね、そんなにハロウィンは日本では、知られてないというか、お祝いされてなかったんですね、ディズニーランドとか、USJ とか、そういうことの中でハロウィンが広まってしまった、流行ってしまったというか、流行してしまったというか、でそれは悪い流行ですね。悪い流行です。皆さん、良いことも悪いことも流行します。良いことも悪いことも流行しますが、ハロウィンという悪いものが流行してしまいました。ハロウィンという悪いものが流行してしまいました。しかし福音という良いものが流行しなければなりません。ぜひ皆さん、悪いものの流行に、このはまるのではなく、良い素晴らしいことの流行にはまりましょう。今世界ではイエス様を信じる人が、どんどん増えているんです。皆さん知らないかもしれません。アジアで、中南米で、アフリカでクリスチャンがどんどん増えてます。中国でも今クリスチャンが増えてます。ですから、日本もこれからですね、クリスチャンが増えます。それは良い流行ですね。良い流行です。ぜひ皆さん、日本も良い流行が、これからなると思います。悪い流行から
悪い流行から良い流行が増えるでしょう。期待しましょう。神様が何でもできます。神様は、たった一日で日本を救うこともできます。神様に不可能はありません。神様に不可能はありません。神様は日本を愛しています。たった一日で日本を救うこともできます。ぜひ皆さん、そういう意味で、そういう意味でですね、期待しましょう。今日本が、悪魔から負けてるかもしれません。今悪魔が日本を牛耳ってるかもしれません。もう本当に、日本は、その偶像崇拝、まあ昔からですが、日本は昔から偶像崇拝の国で、まあ、多分北イスラエルの影響があると思います。北イスラエルが日本に来て、北イスラエルは偶像崇拝をしてしまったんですね。その偶像崇拝の、まあ、遺伝と言ったらいいでしょうか、文化と言ったらいいでしょうか、偶像崇拝の霊が、悪霊が日本に来てしまいました。ですから日本は特別に呪われてるかもしれません。しかしだからこそ神様は日本を愛していて、日本を救いたいと願っておられます。その偶像崇拝から救われ、悪魔から救われるようになると信じます。日本には特別な神様のご計画があると信じます。特別な神様のご計画が日本にあると思います。ですからぜひ皆さん、期待しましょう。神様に期待しましょう。日本が変えられる、日本に素晴らしいことが起こる。皆さん、悪魔に加担すれば悪いことが起きます。悪魔に加担すれば敗北し、皆さんの人生、せっかくの人生がダメになってしまいます。しかし皆さんが悔い改めて、偶像崇拝を悔い改め、罪を悔い改めるならば、皆さんはイエス・キリストに会って勝利が来ます。毎日が勝利になります。信仰は勝利です。喜びが来て、平安が来て、希望が来ます。皆さんの人生、せっかくの人生、敗北の人生ではなく勝利の人生を味わいたくありませんか？わざわざ自分を呪うような、ハロウィンをすることはありません。わざわざ呪いを招くような、悪いことをする必要はありません。そのような悪魔の技を捨てましょう。悪魔の技を捨て、義の行い、イエス・キリストに会って良い行いを励みましょう。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、ちょっと霊的戦いが分かってきた。悪魔に騙されていた。ああ、悪魔は偶像崇拝させたいんだ。悪魔は罪を犯させたいんだ。一見面白そうなハロウィンだけれども、ハロウィンに誘惑されて悪いことをしてしまうんだ。偶像崇拝をしてしまうんだ。自己中な、他の人に迷惑を人に平気で迷惑をするような、そのような思いになってしまうんだ。もうそういう悪魔に負けるような人生ではなく、もっと正しい人生、隣人を愛するような人生、神様の栄光を表すような人生をしたい。イエス様を信じて悪魔と立ち向かいたい。イエス様を信じて十字架の力で悪魔に勝ちたい。悪魔に勝ちたい人、勝利の人生を送りたい人、アメンと言ってください。勝利の人生を送りたい人、アメン。
勝利の人生を送りたい人、アメン、アメン、アメン。牧師の放送を見てハロウィン行くのやめます。かなりさん、よかったですね。ハレリア、よかったです。牧師の放送を見てハロウィン行くのやめます。そうです、アメン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 。本当に大事なことなんです。本当に大事なことです。皆さんの人生がかかってるんです。皆さんの幸せがかかってるんです。皆さんが本当に、わざ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 、呪われるようなことをしないでください。忌み嫌ってください。ハロウィンを忌み嫌ってください。ハロウィンを忌み嫌ってください。悪魔の、お祭りだと思ってください。本当に悪魔のお祭り、ハロウィンは本当に悪魔のお祭りです。ぜひ皆さん理解しましょう。天のお父様、今日も、ハロウィン対抗配信ができました。どうぞハロウィンが本当に忌まわしい、ハロウィンは汚れている、もう汚い、もうハロウィンはもう悪魔がもう本当に人間を汚している、人間の心を汚し、もう本当にどうしようもない汚いものだという、汚いものだということを理解し、ぜひ霊的戦いで勝利できますように。むしろ、イエス様を喜び、日本のリバイバルを、期待するものになりますように。どうぞイエス様、どうぞリスナー一人一人を祝福してください。アーメンといった方々が救われて、本当に霊的戦いの勝利が始まりますように。霊的戦い勝利が始まりますように。どうぞ悪魔に勝ちますように。悪魔に立ち向かって、イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて勝利者になりますように。勝利者になりますように。イエス様、日本を憐れんでください。日本を救ってください。日本を救ってください。日本を救ってください。イエス様、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、勝利です。勝利です。イエスキリストにあって勝利です。悪魔に立ち向かいましょう。悪魔に立ち向かいましょう。悪魔に立ち向かいましょう。勝利です。勝利です。勝利です。アメン、アメン。また夜の部があります。夜の部、来てください。8時です。シャローム、シャローム、シャローム。夜の部、夜の部ですね。シャローム、シャローム、シャローム。